メンデスヌニエス級軽巡洋艦、またはブラスデレソ級軽巡洋艦とは、スペイン海軍が2番目に整備した、軽巡洋艦の艦級である。本級は1915年海軍整備計画において、建造が承認されたクラスで設計は、ネームシップの艦名はカストメンデスヌニエス、2番艦の艦名はブラスデレソイオラバリエッタにちなむ。本級の設計技師は、 ドレッドノートを設計したことで知られるアームストロング社のフィリップ・ワット。本級はイギリス海軍の新級軽寿命艦をタイプシップに取り、元設計よりも排水量、艦型に余裕を持って設計され、推進機関も最初からギアードタービン4機4ジック推進として29ノットの高速を発揮する意欲的な設計となっていた。また、 スペインの燃料事情を考慮して主艦の半分が石炭、重油昆虫艦であったため、元設計よりも煙突の本数が1本、多い3本煙突の特徴的な艦姿となった。写真は近代化海層後のブラスデレソの模型本級は2隻とも、エリフェロル海軍交渉で建造され、一番艦、メンデスヌニエスは1917年に寄港したが、スペイン国内の正常不振のために、 海軍予算の削減が相次ぎ折からの第一次世界大戦の勃発により後期は延期に延期を重ね、同大戦後の1922年7月27日に、ブラスデレソが、1923年3月3日に、メンデスヌニエスが、ようやく浸水式にこぎつけたが、春行はさらに伸び、1924年に、メンデスヌニエス、1925年に、ブラスデレソが、 ようやく収益した。しかし、1932年に、メンデスヌニエスが座礁、同年7月に、ブラスデレソが、フィニステレ岬で、座礁沈没と、2隻とも座礁沈没し、損傷の、軽かったメンデスヌニエスのみ不要に成功して修理後に、再収益を果たした。スペイン内戦時は、海外行動中であったが後に、共和派に属した。 写真は近代化改装後のメンデスヌニエス写真は近代化改装後のメンデスヌニエスの模型内戦後の1944年から1947年にかけて防空巡洋艦へと近代化改装を受けた。主武装は 15.2cm 単装速射砲6基から 12cm 単装広角砲8基で艦姿は大きく変貌した。巡航時には首型の船体に 艦首から 15.2cm 単装砲1機、小型の環境と、簡素な短脚式の前、小柱を配置し、等間隔に並んだ3本煙突のうち1番煙突の左右減速に、背中合わせで 15.2cm 単装砲2機ずつ、減速に 53.3cm3、連装魚雷発射管2機ずつ、計4機を配置し、水んき部から甲板1段分下がった。 後部甲板上に後ろ向き 25.2cm 単装砲を1基を配置していた。近代化改装後は、艦首水戦下に膨らみを持つクリッパーバウに成形され、艦首からしのげなみ性を良くするために強く傾斜した、艦首甲板から新式の 12cm 単装広角砲3基を中心線上に背負い、式配置とし、その背後から東型環境と簡素な全部マスと、 日本煙突の左右にあった五十三センチメートル三連装魚雷発射管は半減して、片元一機ずつ計二機となった。後部乾板上には、仙人室が大型化し、乾板上に簡素な後部マストと、対空射撃式装置の背後から十二センチメートル単素広角砲三機を後ろ向きに背負い、式配置とした状態で九百四十七年に最終駅を果たし、 その後1963年に除籍された。ありがとうございます。